ということで、今回それとね、今回の動画なんですけど、まあ、今回の動画、タイトルさんも読められるからと思うんですけど、今回ですね、皆さん、リアルとかでさ、友達とかにちょっと貸してとか言ったことありません？例えば、これ何？え、これ何？ちょっと気になる？ちょっと貸してみたいな感じで言ったこと、まあ、なくてもあると思うんですよ。今回ですね、まあ、飛び盛りで、え、そのちょっと家具貸してよとか言って、ずっと返さないドッキリー返さないドッキリで、まあ、泥棒ですね。で、これ今回はですね、視聴者さんが今僕の村に3人いるんですけど、それちょっと欲しいからちょっと貸してって言って、もうずっと返さないで、お開きして逃げます！お開きして逃げますじゃん、はい。あ、ちゃんと後で返しますよ。ちゃんとね、後で返しますけど、最低なドッキリをね、今回やっていきたいと思います。早速行きましょう。今回ですね、こちら、僕の視聴者さんの、カンさんという方と、赤坂という方と、ニセ坂さんっていうね、方が今僕の村にいるってことで、ちょっと貸してもらいましょう。その3だろ、もし、惜しいんだけど、普通に。あげるよ、あ、ちょ、待って、あげる、待って、待って、あ、やばい、やばい、ちょ、待って、あげる、待って、やばい、ちょ、待って、あげられたらちょっと違うな、あげ、あ、ちょ、ありが、ありが、ちょ、待って、待って、あ、じゃあ、やばい、俺たちもらっただけだ、これ。もらっただけだわ。あ、その帽子いいな、貸してよ。返すから。ということで、返すからね、ちょっと貸してもらいましょう。なんで返すからいいやん、ええやん、返すんだよ、返すからいいやん、返す、うん。さすがに返す。あ、今日、来た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 、ありがとうありがとう、うおーマジか、うおーありがとう、うわ、マジでありがとう、うわ、マジでありがとう、じゃあ、お開きで、バイバーイやばい、泥棒しちゃった、マジでやばい。いや、これちょっとやらかしたわ。いやー、もらいました、ありがとうございます、本当にありがとう、ちょっと、いや、マジありがとう、本当に。ふざけんなって、笑ったー。え、いや、ちゃんと返したよ。え、ちゃんと返したじゃん、さっき俺。え、いや、見てないだけじゃね、返ってないですよ。え、ちょっとよくわかんない。まあ、ありがとうね。まあまあ、もうもらったわ。この運転手の帽子をね、貸してくれたってことで、つけたまま開きしてるもん。もらったわ、マジありがとう。いやー、俺さっき前からずっとこれ欲しかったんだよな、マジ。やばい、待って、泣いちゃった。やばい、ちょっと待って、これさ、さっきのさ、やばい、泣いちゃった。ちょっとって。なに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 、どうしたどうした、返してください。お前犯罪だぞ。え、まあ、後で返すんだ、ちゃんと。はい、そうですね。泥棒つ、いやー、ちょっとすいません。警察に、あ、さあ、ちょっとそれだけは、それだけはやめてください。いや、違う。じゃ、返すから、返すんで、全部。やばい、俺、逮捕される